からは他にも、はい、もらうか、はい、楽しみです。初ファミコンです。超楽しみです。だからちょっとおすすめのゲームとかを、まあ、少しずつやれたらいいのかななんて思っていて、はいはい、一番最初にちょっとみんなにやってもらいたいなと思うのはクインキーっていうクインキーゲームなんですけども、知ってますか？知ってます。この後ろに、ね、妹クインキーにガールフレンドのジェニーをさらわれてしまったカートン、邪魔する敵をパネルをめくってやっつけよう、8つの家をクリアしたらクインティーが待つ城へ、そこで最後の対決だって書いてあります。クインティーの名前なんです。イケメン登場人物クインティーとジェニー、クインティーにあの自分のガールフレンドがさらわれちゃった。そうですね、ちょっとちょっとブラコンな感じ。あ、なるほど、感じ、なるほど。で、これ見て、これとある後に、はい、皆さんのゆかりの深いゲームを、ゆかりの深い、ゆかり、わかんない、やってるだろうっていうあのゲームを作った人たちがあのやってるんですけども、何だと思います？ドラクエ風っぽくないし、こういうさ、ほらこの後ろ姿とか、桃鉄 NO NO、このキャラの後ろ姿とか分かりやすいと思う。ポケモンとか。正解です。やったー、すごい。そうです、そうだったね。そうなんです、ゲームデザインタジンさん、後のポケモンを作るタジンさんで、音楽増田さんなんで、後のポケモンのストーリーだったりとかだし、でキャラクターデザインも杉森さんの後の、ポケモンの全キャラクターのデザインを担当している、はい、すごい。そうなんですよ。なんでこれをちょっとどんなゲームかやっていきたいなと思うんですけど、これ2人全然やった1回1個ちょっとダメですけど、ちょっとこれあのじゃあ1回これステージこう B ボタンしてもらうと、はい、これ床をめくって敵を外の壁に押し付ける。こうやって押してって。おで、敵に当たると死んじゃうから、逃げながら。そういうことか。そう。そういうことです。あ、で、ほら、こう、味方もやっちゃうから、そこ気をつけない。本当だ。以上です。やってみようか。以上です。A ボタンでめくれるんで。で、敵に当たらないように。お、来た。あー、危ない。先生に当てられました。そうそうそう。あ、床のパネルをそれすると全部が乗っかると上に、上に乗っかってると普通に取れると、そう、今みたいにめくれます。あ、じゃあ取った。素晴らしい。え？そう。太陽は全部。で、あの、このちょこってなってるやつ、その方向に全部行くんで、要はその上に敵がいるときにやるとたくさん倒せる。こういうことか。そう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 。で、太陽を押せば、あ、そう、太陽が隠れてたりとかするから。ああ、じゃあめくったら出てくるってこと。面白いですね。面白いでしょ。面白いね。夢中になってずっとやっちゃう。いや、だからよく持ちのさ、やっぱポケモンを作る人たちもさ、こんなものを作ってるわけですよ。最初から面白い。キャラクターも可愛いんじゃない？可愛いね。無限にできますね。ちょっとゲームオーバーしちゃいましたけど、はい、これ
すごい面白くて、こう他のゲームもあるのよ。例えば何が面白いかな、これバレリーナとか、これスイマーとか、これドスコイなんてお相撲さんだったりとか、こういろんな人たちがいて、なんでちょっと面白い、スイマーやってるとかね。こっちから来た。これをプールだと見立ててるんです。あ、やべやべやべ。めくってくるから、めくり負けないように。あ、相手もめくってくる。飛ばされるのか。そうそう、だから気をつけないと。その今ね、アラちゃんうまい。危ない危ない。アラちゃんいいですね。危ない危ない。いいですね。タイムタイム。もう一人もう一人。こういうことだ。これで。あ、ちょっとなんか一番悪かった。はい、いいですね。そうなんですよ。だからこう後ろ姿がさ、スキンサトシのさ姿に似てないか。そうなんです。確かに。あ、で、ね、今のね、その変な、それめくっちゃうと敵湧いてきちゃう。え、やだ。あ、もう大変。あ、やられた、やられた。怖い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 。太陽太陽なんか一か八か。あ、やられた。あ、どうも違いです。これ難しい。あ、そうですね。あ、もうめちゃくちゃです。はい、そうですね。なるほど。僕も困らなくないですかね。だんだんね、時間が経つにつれて動きが空いてるのが早かった。早いですね。もうすごい、これが難しいと。面白いですね、これ。クイーンティーでございます。そうですね。では続いて。お次、ちょっと。みんながやりやすい方がいいなと思ってるんで、はいはいはい、次はこのプーヤンの可愛い名前。知らないんですよ。プーヤン知らない。知らないですよ。この豚やばくない？豚が主人公。なんか矢を刺さってます。矢を刺さってます。あら。これはまあちょっとこれね、やった方が分かりやすいと思うんで、ちょっとつけてみましょう。はいはい。あ、つきません。あれあれですね。ありがちですよ。あ、つきました。おお。あ、思ってたのとちょっと映画。あ、決めますか？かなり反応しやすそう。大丈夫だ。すごい。え、かわいい。これは、狼さんに子供たちがさらわれちゃうんですよ。なんで、さらわれないようにこう上から降りてくる、この、あの、ここの、なんか見たことあるな、こういう辺ね。そうそう、ここの、あの、いきなり行かれましたこの、バルーンを割ってあげることによって狼さんたちを落とされで、相手こうやって攻撃してくると当たっちゃうと死んじゃうんで、それを避けながら、なるほど、豚さんたちを守ってあげる。あ、え青い風船ゼロ狼が狙ってくる。そう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 。あ、青いのばっかじゃない。あ、これ難しいですね。難しいですね。でもまあ。もう一回やってみましょう。もう一回やってみましょう。ここも飛ばすことができないし。絵の割に難しい。
そうでしょ。なぜか小森の熊さんの。そうですよね。A です。はいはい。それをこう溜めといていくと、あー、全然出ない。あ、いいですね。いいですね。いいですね。お、私たちいいですね。連打必勝。投げてくるやつもうまく当てれば落とすことができるんですよ。それも。なんか矢に当たってシュンお。結構私先生やめてますけど、一緒に番組やらさせていただいて、いやもう喋る暇なんかないですよ。はい、ああ。ああ。いやいいところに来るんですよね。ね、いいところに来る。1年ぐらいクリアしたいですね。なんかしたいですね。最初出てきたところで、あの後ろ下がると落ちちゃうっていう、
クソみたいな仕様だったんですけど、はい、とか、あとこうバイナリーランドっていうのあのこれも面白いんですけどね、説明が難しいんですけど、バイナリーランドは私どうかこうあの2つのキャラクターを同時に動かしながら違うマップで最後反応をこっぺりで揃えていく、へぇー、なんでやったんだろう、あまりにも難しすぎてカップルでやると喧嘩になるんですけど、はい、そういうゲームとかでね、何やったんだろう、もうやったことある気になるドラマ。最後に一つだけこうクイズ出してもいいですか、ね、もちろんです。やらないですけれども、この、フォートピア連続殺人事件、はい、オーティン、僕あれ知ってたりしませんか、知らないですか、はい、これは後にとある有名ゲームを、また有名ゲーム、有名ゲームを作る、また有名ゲーム人がやってます。これよく見ると一瞬で分かってしまいます、はい。あれちゃんもすぐ多分見たら分かっちゃう。え、本当ですか、書いてある文字が。おー、わかりました、シナリオ、ポリーって書いてある、そう、ポリユージとフェニックスって書いてありますよ、ドラゴンクエスト、はい、ドラゴンクエスト、多分ね、見てる人たちはね、うん、何言ってんのよ2人と思って思うぐらい、そうなんだ、はい、そのいろんなゲームの追加ちょっといや面白いね、休みの日に来よう、多分次回からはまた違ったメンバーで、また志村さんとご一緒してよろしくお願いします、お願いします、ということで今回はここまでになります。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。